はい、こんにちは。よろしくお願いします。今日はですね、MBS のバラエティ番組、ゼニガメがやらかした件について解説できればと思います。申し遅れました。私はテレビ業界で延べ1万件を超えるやらせを体験し、現在はその経験を生かして、講演活動、企業研修、復興支援、海外の恵まれない子どもたちへのボランティア活動を行いながら、素敵な仲間たちに恵まれたハッピーな毎日を送っているサッキーと言います。よろしくお願いします。さて、今回やらかしたゼニガメなんですけども、この番組はですね、今年の5月からスタートしたばかりのバラエティ番組で、ホームページの番組概要によりますと、関西で行列のできる繁盛店や激安で話題のお店の銭儲けのからくりを紹介するお金情報バラエティとのことです。そんなゼニガメが今回やったのは、7月に放送した回の金の延べ板やらせ騒動です。番組開始からわずか2ヶ月目にして早くもやらかしたことになりますんで、最近では珍しくですね、かなり幸先のいいスタートです。で、これがどんなやらせだったのかって言いますとですね、この回の放送は開放堂っていう出張買取業者が実際に買取をする現場に密着するっていう内容だったんですけど、で、依頼主がですね、ゴミ屋敷の住人ということで、多分まあいいのがあったら買い取ってほしいみたいな依頼だったと思うんですけど、で、実際撮影してみるとですね、家の中のゴミに埋もれていた謎の金庫を発見します。で、なんだこの金庫はっていうことでですね、まあどうやらその昔からそこに置きっぱなしで忘れていた金庫だったようで、で、これをじゃあ開けてみようっていうことになって、開けてみると、なんとそこにはですね、キラキラと光り輝く金の延べ板が入っていました。よくありますよね。そしてその業者はですね、これはすごいということで、その場の即金でですね、その金の延べ板を1000万円以上の価格で買い取ったと。まあそんな場面がですね、リアルの現場として放送されたんですけども、ところがですね、その放送直後にあるマニアックな視聴者からですね、あの家にあった金庫と同じものを最近オークションサイトで見たぞと、テレビ局に問い合わせがあったようで、で、どういうことだということで局内で調べてみたところ、なんとその金庫はですね、その番組で紹介した買取業者の社長が撮影直前にオークションサイトで購入したもので、で、さらに中に入っていた金の延べ板もですね、まさかの社長が自ら入れていたものだったことが発覚しました。で、さらにはその依頼人の住人もですね、実は仕込みで全くその家とは関係ない社長の知り合いに頼んでやらせていたことが判明しました。で、これが7月のですね、放送直後の状況で、で、問題はですね、番組がじゃあどこまで関与してたのかと、番組スタッフの指示で業者の社長が協力してやったことなのか、それとも番組は関与してなくて業者が勝手にやったことなのかっていうところが問題ですよね。そんなわけで、それ以降の放送は一旦中止してですね、局内で調査を開始して、そしてその調査結果っていうのが先日発表されまして、で、その結果は全て業者が勝手にやったことで、番組は一切関与してないっていう結論を発表しました。で、さらに改めて判明したのがですね、この業者、同じ番組で過去にも取り上げられていて、まずレギュラー化する前の特番の時に、昨年11月の放送と、あとはスタートの初回の放送、計2回取り上げられていたんですけど、で、その内容っていうのが、この業者はただ物を買い取るだけじゃなくて、家を丸ごと買い取ったりとかですね、住人が亡くなった空き家を遺品と一緒に家ごと買い取ったりっていう、不動産丸ごと買い取りっていうサービスもやってるようで、で、その過去の2回の放送では、実際に家を丸ごと買い取るっていう買い取り手続きをする現場に密着して放送したんですけど、実はその2回とも、その家っていうのが撮影よりもずっと前からすでにこの業者が買い取っていた物件で、依頼主の住人役の人も社長が仕込んだ嘘の人で、で、さらにそこに立ち会っていた司法書士の人も社長から依頼されて参加して、本当の買い取りではないやらせであることを知りながら同席させてたっていう地面師みたいなことをやっていたことが発覚しました。久しぶりに歯ごたえのあるやらせです。ちなみにこの業者は僧侶が行う遺品整理ということで、遺品なども取り扱うにあたりですね、ご遺族様の思いに寄り添うことを何より大切に考えているということで、代表自ら僧侶になっているようで、髪を剃る気はさらさらなさそうですが、ご遺族様のためにできることをとの気持ちが仏門の道へとつながりとか言いながら、こんなこともやせば罰当たりそうですけど、近頃は嘘つきでも千原誠司でも誰でも僧侶になれるみたいですね。そんなわけで結果ですね、 MBS は番組が仕込んだやらせではないということで、9月から放送を再開することを発表しました。ただですね、気になるのは、じゃあ果たして本当に番組は関与していないのかっていうところですよね。で、これに関してはですね、どっちのパターンもありえます。番組が依頼してやってもらうこともありますし、企業側が勝手にやることもあります。今回に関しては MBSがですね、はっ
きりと番組は関与してなくて業者が勝手にやったことだっていうふうにまあ言い切ってますんで、もしこれが実際は番組の依頼があったのだとしたら業者側も反論すると思いますけど、まあ今のところはなさそうなんで、おそらく MBS の発表した通りですね、番組は関与してないんだとは思います。ただですね、じゃあ業者がやっていたことにですね、現場のスタッフが気がつかないっていうことはあり得るのかっていうと、普通に考えるとその可能性は低いです。普通は気がつきます。まずそもそも買取業者っていう時点で前つばなんで疑ってかからなきゃいけないですし、企業が番組で紹介されて宣伝したいがためにお客役とかですね、依頼主役なんかを仕込んでくるっていうのは超あるあるなんで、当然気をつけなくてはいけないところです。そんな中でゴミ屋敷から金庫が出てきて、中を開けてみたら金塊が出てきたら、これはもうほぼほぼ確定です。当然住人役の人にこの金塊についてのインタビューをするでしょうし、役者の演技力もかなり要求されるところなんですけど、ただ大体は社長の知り合いとかですね、まあ演技素人なんで普通は気がつきますね。カメラが回っている以外のところでも全部演技を貫き通さないといけませんし、その前の2回の放送の家を買い取るなんていうやり取りはの登場人物も多いですし、それを全部リアルで信じさせる演技を全員がやるっていうのはかなり難易度が高いです。ですので現実ですね、まあおそらくは裏では、普通に業者とやり取りは八重瀬の方向でやり取りしてうまく撮影してんだと思うんですけど、一応ですね、まあもうちょっと慎重にやるパターンとしましては、テレビ側がはっきりとやらせを依頼しちゃうと問題になっちゃうんで、例えばこんなことが撮れるんだったら取材しやすいんですけどねぐらいのヒントを与えておいて、であとは業者側に勝手に仕込んでもらうことで、業者としては全て自分の意思でやったと思わせながら、実際にはそういう行動に走るようにテレビ側がうまくコントロールするっていう方法ですね。最近はこっちの方が主流ではありますけども、ただ今回ぐらいの規模のやらせになるとですね、まあ、それでもちょっと難しい気がするんで、おそらく裏では話し合いがあったんじゃないかなと個人的には推測しております。ただまあ MBS の発表のコメントではですね、取材先で事実と異なる事前準備がなされていたことは誠に遺憾なことではありますが、それに気づけなかったことを重く受け止め、新たな再発防止策を講じることといたしましたということで、あくまでも気がつかなかったっていうのを強調してですね、9月からまた放送を再開することを発表したようです。はい、ということで以上ですね、ゼニガメのやらせを解説しますという話をさせてもらいました。最後までありがとうございました。